者を兼業しているの。お芝居に関することなら私に任せて。突然歌い出しちゃうことがあるけど、気にしないで、ラララララ。こんな感じどう？興味を持ってくれた？車掌さん車掌さんが学校に向かうのが見えたからついてきちゃった。ラララー。まあ、かわいいお客さんね。こんにちは小鳥さん。あ、でも今は朝だからおはようが正しいのかしら。とっても可愛いわね、車掌さん。車掌さんとらどうしたのかしら。彼の心を溶かすのは一体誰の役目かしら。私？それともあなた？ああ、願わくば、それが私の役目でありますように。大変！せっかくいいセリフを思いついたのだから、忘れないうちにメモしないと。まあ、まあまあ。車掌さんったらおかしな人ね。あなたが一緒にいてくれるから。私は自然に笑えたのよ。まあ、珍しいお客様ね。はい、車掌さん。もしかして私の歌声にいざなわれてのご訪問かしら。どうしたの？その山積みの大荷物。私へのプレゼントだとしたら、それはいくらなんでも奮発しすぎだわ。贈り物は手のひらに収まるくらいがちょうどいいのよ。だって大きなプレゼントを抱えていたら、愛し合う二人はどうやって手を取り合ったらいいの？左手のひらに君への愛を、そしてこの右手は君の涙を拭うためにある。うん、いいわね。このフレーズ早速メモしておかなきゃ。この荷物の中身が何かですって？知りたい？どうしても知りたい？はい、それでは早速開封の儀を行います。まずこの箱はね、じゃーん、ミラクル美顔ローラー。顔のむくみをパパッと撃退、良さそうでしょ。5個買ったら3割引きっていうお得なキャンペーン中だったの。これは顔よ、これは二の腕、太もも、ふくらはぎ、お尻の下、5箇所同時に使えば時間も短縮できるじゃない。わあ、私ってば天才。続いては、はい、こちら。飲み続けると体臭がフルーツみたいに甘い香りになるという、あの伝説の恋する乙女専用サプリメント。香りのバリエーションはね、ストロベリー、メロン、バナナ、オレンジ、パインの5種類。ちなみに車掌さんのお好みは？はい、次はこれ。周りと差がつくバストアップ体操上中下巻。わかったわ、続きはまた今度ね。楽しみにしてて。ほら、ここにも紹介したいグッズがたっぷりしまってあるの。
ラララー、お外はどこでもアウトドア。あ、見て車掌さん、あそこでひよこ売ってる。さすが都会は違うわね。あんなカラフルなひよこ、私の故郷にはいないもの。ピンク、ブルー、グリーン、ほら見て、この子の体、私の瞳と同じパープルだわ。かわいい。ねえ社長さん、この子たちのお母さん鳥は一体何色だと思う？私はね、きっと虹色だと思うわ。雨上がりに太陽の光を浴びて、羽がキラキラと七色に輝くの。ね、素敵だと思わない？車掌さん、こっちよ。早く早く。もう、どこに行ってたの？ぼんやりしてるからはぐれちゃうのよ。もう迷子にならないようにね、車掌さん。それより見て、このパンプス、すごく素敵でしょ？このパンプスを一目見た瞬間、運命を感じたの。この出会いは必然だって。きっとこの子も同じ気持ちだと思うわ。だって、まるであつらえたように私の足にぴったりなんですもの。今まで何人ものお客さんが試し履きしようとしたけど、サイズが合う人は一人もいなかったんですって。そうよね、おじさん。これは買うしかないわね。車掌さんもそう思うでしょ？ちょっと高額だけど、運命の出会いだと思えば惜しくないわ。このパンプス、いただくわね。包んでくださる？ちょっと待ってね。今脱ぐから。あら？おかしいわね。どうしたのかしら？パンプスが足に吸い付いて離れないわ。せーの、ふん、うん、ダメだわ、全然脱げない。車掌さん、ちょっと手伝ってもらっていいかしら？ダメだわ、まるで足に張り付いているみたい。選ばれし者なのは光栄だけど、シャワーの時は一体どうしたらいいのかしら？ねえ、おじさん。ちょっと、露天商のおじさん、どこに行くつもり？待って！やだ、殺したりしないわよ。ちょっと引き止めただけじゃない。お会計がまだ済んでないでしょ？ダメよ、お金をもらい忘れちゃ。商売上手な割に。慌てんぼうなのね。ええ、確かにそうね。というわけで、このパンプスが何なのか教えて。大丈夫、いわくつきの靴でもデザインが良ければ私は履くわ。シンデレラ？今、シンデレラって言った？それって幻の舞台シンデレラのことよね？待って、ということはもしかしてこのパンプスは失われたガラスの靴？私を選んだ理由？この劇場は演劇に関わる全ての人間にとって特別な場所よ。役者もスタッフもいつか自分たちの芝居で
この観客席が拍手喝采に包まれることを夢に見てる。役者は星の数ほどいるけど、ここに立てるのはその中のほんの一握り。チャンスをもらえるのは名誉なことだし、とても幸せなことなのよ。私たちが生まれるよりずっとずっと昔、地方で人気を得て有名になっていたシンデレラという演目が、この劇場で華々しい幕開けを迎えるはずだったの。あの事件さえ起きなければ。二人の女優さんは吊り橋の上で罵り合い、揉み合いになって、そのまま一緒に落下したの。共に帰らぬ人となったそうよ。二人の死によって上演は中止。シンデレラは幻の舞台となった。あれからずっと考えていたの。この靴はなぜ過去に試着しようとした女性を拒み、私を選んだのか。私にしかできないことってなんだろうって。考えて、考えて、考え抜いて。結果、これしかないと思ったの。無観客のこの舞台で、私は今からシンデレラを一人で演じるわ。シンデレラを、この舞台で演じたい。それが彼女の願いであり、私を選んだ理由だと思うから。よかった。実はこの舞台を成功させるために、車掌さんにお願いしたいことがあるの。ちなみに、演技の経験は？聞こえる、聞こえるわ。風に乗って流れてくるあの音は深夜0時を知らせる鐘の音。約束の時間だわ。いけない、もうすぐ魔法が溶けてしまう。鐘が鳴り終わるまでに帰らなくては。王子様、信じていました。きっと迎えに来てくださると。美しいドレスや宝石を身にまとっていなくても、あなたは必ず私を見つけ出してくださると。愛しています。この世界の誰よりもあなたを。届いたんだわ、私のシンデレラが彼女に。よかった、これでやっと天国に向かうことができるのね。生まれ変わってもきっと彼女は女優を目指すわ。いつかまた自分の足でこの舞台に立つことになる、そんな気がするの。あら、ダメよ、物語は最後まで演じなきゃ。シンデレラと王子が結ばれる大切な最後の演技が残ってるでしょ。